京都の語り部 YouTuber キッシーでございます。エンタメのため縁のため、キッシーエンタメワールド。今日はこれから6月の菊の井さんのお寄りいただきに行きますが、その前に近くにございます西行法師西下縁院の旧跡という、そういう場所に参りました。大変静かな佇まいの場所でございまして、宗林寺と書いてございます。花月庵と書かれております。禅宗によくあります。君にと入門を許さずと書いてございます。臭い匂いのするものとか肉とかは入ってはいけませんよという話ですね。はい、いかがでございましょうか。この佇まい、このような芝のともございまして、なんとも趣がございます。この紫陽花いかがでございましょうか。美しゅうございます。宗林寺の奥にあります、お庭でございます。こちらのこの青の紫陽花いかがでございましょうか。そしてこちらは西行堂でございます。花月庵でございます。そのぞばに花咲きけりと道延べの、同じ色にも下がれにけり生まれております。もう一つは有名な願くばの歌でございます。さまざまに花咲きけりとみしのべの、同じ色にも霜枯れにけりと